どうも、勝啓二です。今日なんですけども、今日はシネマティックな動画やいい感じの動画を撮るときに僕が気をつけている3つの点をお伝えしたいと思います。はい、というわけで、前回はキャンプ動画ですね、を撮るときに僕が気をつけている点をちょっといくつかご紹介したんですけど、今日はもう全体です。映像の全体的に、いい感じにするためとか、シネマティックな動画だったり、まあ、ミュージックビデオだったり、そういった動画を撮るとき、作るときに僕が気をつけている点を3つに絞ってちょっと今日はお伝えしたいと思います。僕が映像制作始めて3年ぐらいですかね、経つんですけど、当初と考え方が随分変わってきたというか、感覚も変わってきたので、今現時点で僕が思っていることなんですけど、そこちょっと共有しておきたいなと思います。で、まず1点目なんですけど、1点目がもうここが僕は今現状全てじゃないかなと思ってるんですけど、素材が全てです。素材が命。なんか映像制作をしてると、いろんな人から例えば映像の編集を頼まれたりして、編集でいい感じにできるっていう風にちょっと思われる方もおられるかと思うんですが、まあ、もちろんね、やっぱ編集ってこう後からちょっと調理する調味料みたいなものなので、それで多少は良くなると思うんですけど、やっぱり最初の素材がほぼほぼ全てを決めるって思ってて間違いないんじゃないかと思います。逆に言えば、素材が良ければ正直そんなに編集しなくても、もうなんかつなげるだけですごくいい感じの動画作品になったりとかもするので、その素材を良くするために撮影の前までにどれぐらい準備をしてやっていくかっていうのが大事なんじゃないかなと思います。例えばこの、ミュージックビデオとか撮るときとかは分かりやすいと思うんですけど、まず曲があって、でその曲に合ったアーティストの人のイメージとかを聞いて、じゃあこういう感じの動画にしたいねっていうのがこう出来上がってきて、そこからこの、プロデューサーだったり、僕そのプロデュース業もやるので、その動画の絵コンテだったりとかプロットだったりとかっていうのを書いて、そこからまたすり合わせをしていくんですけど、その段階で自分の中にしっかりとこのカットはこういう構図でこういう感じの雰囲気でみたいなのがしっかりあるのとないのとではやっぱり全然違ってくるので、そこの準備段階がすごく必要なんじゃないかと思います。その素材が良かったら編集ってね、割とすぐ終わるんですよね。逆にその準備をサボっていくと編集にも時間かかるし、もちろん撮影にも時間かかります。なんかこう行き当たりばったりなんで、その場で考えていろいろこう設置してやっていかないとダメなので、効率が悪いというか風になってくるので、そこの準備を怠らないっていうのがすごく大切なことなんじゃないかと思います。なんかこう Vlog とかそういう時とかはいちいちそんなことやっていかないと思うので、もうなんかそことかは行き当たりばったりでやるっていうのが楽しいんじゃないかなと思います。なので、まあ、どっちにしても素材が命っていうことには変わりないんですけど、その時にこう準備をしていく能力っていうのと、その場で行き当たりばったりでこうできる能力っていう、どっちもが必要になってくるとは思うんですけど、なんせシネマティックな動画とかいい感じの動画を作る上ですごく気をつけておいた方がいいのは、まずは素材のことだと思います。はい、2点目なんですけど、2点目は編集段階の話なんですけど、こうなんかトランジションとかそういうのをちょっと多用しすぎないっていうところだと思います。なるべく編集をシンプルにするというか、さっきもお話しした通り、素材が良かったらシンプルな編集で十分かっこよくなるので、例えばこういうなんかグワンみたいな、もともとそのソフトとかアプリとかに入ってるような編集のトランジションとかを使いすぎると、なんかこうちょっと素人感が出ちゃうというか、なんかこう意図してるトランジションは OK なんですけど、ここで例えば撮影の段階とか準備段階からここのシーンはこういうトランジションを使おうみたいな感じで意図してたりとか、ここは絶対こういうトランジションしたらかっこいいよねみたいなところはいいと思うんですけど、もうあからさまにいろんなトランジションをバン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 使っちゃうっていうのは、まあ、あんまりかっこよくならないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。もちろんジャンルによるんですけど、シネマティックな感じのやつは特にあんまりなんないんじゃないですかね。その
トランジションのこの CM のやつとか見てるとすげえかっこよく作ってるんですけど、あれもいろいろ考えられて作ってると思うんで、何でもかんでもこの例えばこうゲロンって回すやつにしてみるとかっていうのはあんま良くないんじゃないかなっていうふうに思います。なのでトランジションに関してもなるべくシンプルにできるような素材を作っておくっていうのが一番かっこよくなるんじゃないかと思います。動画としてもちろんあのトランジションがかっこいいシーンとかも全然あるので、例えばダンスのムービーで言うとトランジション入れてかっこいいシーンももちろんあるので、なんかそれは用途用途なんですけど、まあ何度も言うように多用しすぎない、むやみやたらにこう入れちゃわないっていうところが基本的には僕は何でも足して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 引いて引いてっていうところがの作り方が好きなので、最終はやっぱ引きたくなってくるんですよね。なんかシンプルが一番かっこいいなみたいなところに行き着きたいっていうふうに僕は基本的には思ってるので、でもそのなんかクリエイティブな目線で言うと引くものがないところから引いちゃうと、なんかこう着地点が一緒だったとしてもいろんなものをこうバッて足していって、で最終的にグッてわざと引いてここにあるこれだけのものにするっていうのと、ただただこれしかないみたいなものではここの質感がやっぱ変わってくるので、どうしても僕は前者の作り方を目指していきたいっていうところになります。なのでやっぱいろいろね、年月とかそういう年輪みたいなものってやっぱ好きというかなんですけど、なんか僕も映像を作り始めた当初とかは、例えばこの GoPro のなんか勝手に編集してくれるやつとかでなんかこうグワンみたいなちょっとかっこいいいい感じのトランジション入れて勝手に編集を済ましてくれるみたいなソフトとかでやってたりして、なんかうわかっけーとか思ってたんですけど、なんか今はもう全然使わないですね、あれ系は。やっぱりなので自分で編集点とかをしっかり考えて撮影をするっていうのと、なんか単純にこう並べただけで成り立つみたいなのが僕は好きです。ここに何も挟まなくてもなんか綺麗に見えるねみたいな、シーケンスにこの素材1と素材2を並べた時にここつなぎ目のトランジションを入れなくてもなんかかっこよくなるっていうところが僕の中では理想かなっていうふうに思ってます。まあ、なので極力編集をシンプルにするっていうところが2点目になります。はい、最後3点目なんですけど、まず1点目が素材の話で、2点目編集の話なんですけど、で3点目、そこの編集の時にいい感じの場所っていうのを選ぶ能力を身につけるっていうところが大事かなと思ってます。映像っていうのは撮影してきた素材全てを使うわけではないので、自分でいい場所をチョイスして、あここいい感じここいい感じみたいなのをチョイスして、でこことここつながったら綺麗そうだなみたいなんでしっかり選んで編集をしていくことになると思うんですけど、キャンプ動画の時にも言ったんですけど、このシーンのここから見た時がかっこいいとかっていうのが分かってると、そこの絵をちゃんと使えるとか、ちょっと構図を決める時に例えばちょっと前ボケを作っておくわざととか、なんかこういろんなことを考えながらやっぱ撮影をしてると思うので、その中でもやっぱ一番おいしい場所っていうのをピックアップする。例えばミュージックビデオとかでもその人の一番いい表情を選ぶとか、なんかここはすごくね難しいところなんですけど、こっちが思ってる表情とクライアント側が思ってる表情が違ったりはするので、まあ、そこはちょっとすり合わせにはなってくるんですけど、そういう場所を見つける能力っていうのがここかっこいいよねとかが必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ある程度そのイメージを持って撮影と編集に挑まないと、その案件に対して例えば依頼された動画なんだったら、そのクライアントの人がどういうことをイメージしてどういう映像を欲しているのか理解して撮影とか編集に挑まないと、やっぱそこにはちょっとたどり着かないかなっていうふうに思うので、なんかちょっとエモいのが、エモいっていうのがこう適切なのかちょっと分かんないですけど、例えばちょっとエモい感じなのがいいのか、それともこうパキッとしたしっかりとした動画が必要なのかっていうところとかでも結構そのチョイスする場所とかは変わってくるし、そもそも撮影の仕方も変わってくるっていうところなので、そういう場所もしっかりピックアップしてみる。で例えばブレに関してもミュージックビデオとか撮るときとかはあえてこの手持ちで撮影してわざとブラしたりとかするんですけど、そこがちゃんと自分の意図したところでそれができてて、そこを選べてるかどうかっていうところですね。なので3点目をまとめると、美味しい場所をピックアップする
能力を身につけるっていうところが3点目になります。はい、ということで今日の話をまとめると、まあ、まず1点目は素材ですよね。素材が命、もうここが大半を占めるんじゃないかと思います。で、2点目が、編集をなるべくこう簡易に、トランジションとかをこうあんま多用しすぎないっていうところで、3点目がいい場所をピックアップする能力を身につけるっていうところですね。で、特にまあ1番だと思います。 Vlog とか以外はやっぱりどれぐらい準備できてるかで結構変わってくるので、準備はしてて困ることはないです。最初の頃とかは僕も絵コンテとか描けないんで、絵とかね描けないので最初描かなかったんですけど、ミュージックビデオとか撮る時とかも、今はもうちゃんと描くようにしてます。絵コンテの時は絵とか描かない時もあるんですけど、絵じゃなくてこの写真とか、例えば自分とその相手とかそのスタッフの人とかに分かればいいので、絵コンテの僕はテンプレートを作ってるんですけど、そこのところにこうなんかこういうイメージみたいなのを写真で貼ってるようにしてます。頑張って描くときもあるんですけど、描くよりそっちの方が伝わりやすいなって最近ちょっと思ってて、そういう風に写真でこうコンテを書いて共有して、で自分のイメージがしっかりできてる状態でそのシーンを撮影するっていうのが一番効率がいいです。なのでそこのやり方僕的にはおすすめします。でもう一つはだから、行き当たりばったりでもかっこいい動画を撮れる能力をある程度身につけるっていうところも大事かなっていうのと、編集トランジションにこう頼りすぎないようにするっていうところで、もう一つはかっこいいもののかっこいい場所をしっかりと見つけれる、おいしい場所を見つける能力っていうのを身につけるっていうのが動画制作をする上で大事なんじゃないかなっていうふうに僕が今現状感じている3点になります。今日はまあ動画制作で僕が気をつけてる点ですね。シネマティックな感じ、いい感じの動画って言われるような動画を作る上で僕が気をつけてる点、3点お伝えしました。こんな感じでいろんな動画制作だったり、クリエイティブの裏側を少しずつ発信していこうと思っております。少しでも気になっていただけた方はチャンネル登録していただけると嬉しく思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。